ダケルとその父の羊の群れと出会うヤコブ。ペルジーノやラファエロ・サンティの雰囲気を醸し出そうとしている。ナザレ派は19世紀初頭のドイツロマン派の画家たちによるキリスト教美術の誠実性と精神性を取り戻そうとする芸術運動である。1809年、ウィーンでアカデミーの学生6人が中世の画家たちのギルドの名称セールカ組合に 習って、セールカ兄弟団という共同組合を結成した。ナザレ派という呼び名は多少であり、彼らがアルブレヒト・デューラーの自画像に感銘し、聖書に忠実な衣服や髪型を好んだことに対する周囲からの分別的表現に由来する。1810年、そのうち4人、ヨハン・フリードリヒ・オーファーベック、フランツ・プホル、ルートビヒ・フォーゲル、 ヨハン・コンラート・ホッティンガーがローマに移り、聖石泥修道院の廃墟に住んだ。これに加わったのが、フィリップ・ファイト、ベータンフォン・コルネリウス、ユリウス・シュノル・フォン・カロールスフェルト、フリードリヒ・ビル・ヘルム・シャドウその他のドイツ人が形であり、彼らは、チロル出身のロマン主義風景画家、ヨーゼフ・アントン・コフホと出会い、その指導を受けた。また1827年には、 ヨーゼフ・フォン・フューリッヒが加わった。ナザレ派の理念は、新古典主義の否定、そしてアカデミーにおける、決まり切った美術教育を打倒することにあった。彼らは、表面的な技巧を排斥し、精神的価値を体現した芸術に立ち戻ろうと考え、そのために中世末期からルネサンス初期にかけてのイタリアルネサンスの芸術家に、インスピレーションを求めるとともに、 デューラーやクラナフ派、フランドル派の芸術に関心を寄せた。彼らは、ノバーリスやシュレーゲル兄弟、ティークなど、ドイツロマン派の思想に共鳴し、中でもバッケンドーダーの著作、芸術を愛する一修道像の心情の披露の思想に従って、芸術と宗教と生活が一体だった、宗教改革以前の画家の工房の再生を願い、カトリックに改修し修道士に近い生活を送った。 作品のほとんどは宗教的主題のものであり、中世フレスコ画の復興にも取り組んだ。最初のフレスコ画はローマのカーサ・バルトルディ、もう一つはカジノ・マッシモのために制作された。これらはナザレ派の作品として各国からも注目された。しかし、1830年までにオーファーベック以外はドイツに帰国してしまい、グループは解体した。帰国した。 ナザレ派の多くには、プロイセン君主がパトロンとなり、スータの壁画やフレスコ画が依頼された。デュッセルドルフのアカデミー校長職に就いたコルネリウスは、ナザレ派で最も成功した画家の一人である。ドイツナザレ派は1830年代のドイツ美術界で交流し、ロシアなど遠方の芸術家からも注目される存在となった。プロイセン君主による封建制を批判する。 社会主義者からは、宮廷が支援するナザレ派は攻撃対象となった。デュッセルドルフの住人であり、科学者や芸術家を前衛と呼びキリスト教からの肉体と精神の解放を標榜する三指紋主義者であったハインリヒハイネは、著作旅の絵の中で、コルネリウスの作品について人類の進歩を妨げる心霊主義として批判し、ルッカの街では、 イタリアルネサンスの色あせた模倣と断じた。その後、ルートビヒベルネ論の中では、ナザレ派の用法を拡大し、表現の自由、感覚的な美である、キリシャ主義の理想に反しているとハイネが考える、歴史上の精神主義者すべてを指すカテゴリーと論じた。ハイネの死であったヘーゲルは1820年代に、ベルリン新美術館の収蔵品を収集する仕事を任されており、 ナザレ派の作品もその中に含まれている。ヘーゲルは何人かのロマン主義美術家については批判的だったが、美術講義において芸術精神の現実化を発展段階モデルで提示し、ロマン主義美術は美術史の頂点を表すものと論じた。哲学者ホイエル・バッハはキリスト教の本質の中でナザレ派の宗教絵画の特徴である心霊主義的継承性と 人間的感性の阻害の関係について批判した。フォイエルバッハの美術論は、その後、マルクスのキリスト教を美術批判に影響を与えた。ありがとうございます。